こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。こんばんは。絶賛お風呂上がりって感じ。こんばんは。本日もお稽古でした。稽古も残り少なそうですね。そうなんだよね、意外と。あと何回あるんだろう。あと 3,4 回かな、お稽古あって。稽古好きだねって。悪た、私これ食べる。でん、私これ食べる。でん、そう、いただきます。晩ご飯それだけって、さっき晩ご飯食べた。お風呂入る前に晩ご飯食べたんだけど、おやつこれ。いただきます。うまっ。これさ、奈々さんがすごい好きでさ、岡田の。で、なんか大西もガリとか、お寿司の時のね、ガリとか牛丼の時の紅生姜とかめっちゃ好きなんですけど、こういうなんていうの、ごつい、これさ、見た目がさ、見た目っていうか割とほら分厚いじゃん、ほら。だからうんって思ってたの。食べてみたら美味しすぎてよく食べるようになっちゃった。うまっ。甘酸っぱいの、甘いのかな。ちょっと甘いかも。甘じょっぱい。美味しい。おやつにいいよね。食べたことない。本当食べてみて。美味しいよ。ガリ苦手だし、苦手なの、ガリ。美味しいのに。販売してますか？これ？コンビニに売ってる。ファミマかな？
いたのねって、うん、ファミマって書いてあるパッケージに鬼さん派って何なの、あ、ごめんあれ、うん、あのさ、ごめんね、うん、ま、あれ本当にただ間違って投稿しちゃって、朝気づいてツイッター見てはって書いてる、消そうかなと思ったんだけど、みんなそれにいいねくれたりとかコメントくれてたから、あ、そのまんまにしとこうかなと思ってそのままにして、うん、ごめんそう、だからそれこそ昨日、あの昨日の配信で言ってたんだけど、あの昨日写真集のお渡し会があって、そうで本当はその後あの舞台の衣装付き投資があったんだけど、それがなくなったのね。そうで、もともとその東京のお渡し会やったら打ち上げみんなで行きたいって言ってたんだけど、そう、あ、稽古あるから行けませんみたいな言ってたら稽古がなくなったから、あ、じゃあ打ち上げ行きましょうってなって、で昨日あの配信終わった後打ち上げ行ってきたんだけど、そうなので、打ち上げ終わってからツイートしたんだけど、うん、だから間違えちゃった、ごめん、うん、ごめん、朝起きてやばいツイートしなきゃと思って見たらツイートされてた、ごめん、いつの間にか家行ったちょっと飲みすぎてしまった、ごめん久しぶりにお外で誰かと飲んだもんでちょっと楽しくなってしまった、すまないね、あの打ち上げの前にやれよって話なんだけど、ツイートとかごめん、申し訳なし、ありがとう。でもそのずっとやりたかったっていうか、打ち上げを、そう、お渡し会、本当は大阪のお渡し会終わった後やろうって言ってて、でもお預け私食らってたの、まあ食らってたっていうか、大阪の時もなんかわたわたしてて帰んなきゃいけないんですって言って帰っちゃったから、うん、うん、一昨年からお世話になったスタッフさん方とたくさん話してきて楽しかったです、うん、まだ時間大丈夫だもんね、エッセイの告知はもうちょいしたらやる、スタッフさんたちたくさん話せたと、うん、
いろんな話できた。単純に昨日すごい楽しかった、お渡し会。うん、なんか昨日はもう出版社さんでやったんですよ。本当に会社のロビーでやって、にしも割とそう行ってたところだったの、行ってたっていうか行かせてもらってたところだったので、うん、なんかすごく落ち着く空間でできて楽しかった。うん、綺麗なところやったなって。そうやな、本当に綺麗なところ。うん、字ももらってきた。うん、3冊もらってきちゃった、あの卒業ブックの方。うん、どこかの部屋じゃなくロビーでやったんだ。そうだからさ、ロビーも広いとこだったからさ、なんか座れるとことがあって、なんかご飯食べれそうななんかところ、そこにみんな座って待っていた。卒業ブック今回テストシュートのやつでやったんですけど、なんか出来上がりがすごい素敵で、これ店頭に置いてほしいなって思うぐらいのうん、本当にたくさんの方に見てもらいたいと思っちゃった。うん、いつ頃撮ったの？それこそ一昨年とかなんじゃないかな。うん、なんかテストシュートだったからさ、メイクとかヘアとかもう全部普通にこれ自分でやったんだけど、だからこそなんかいつもの自分の顔というか、写真集はあのメイクさんに全部メイクしてもらってるから、なんか自分の見慣れてる顔ではなくて、うん、これはなんか自分の見慣れてる顔というか、だからなんか嬉しい。うん、あの1万文字のインタビューだったっけ、これ。ほら文字めっちゃ、ほらめっちゃ書いてあるの、すごくない？ほら、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 すごすごっ、もう激インタビュー、やばい、そろそろやり読まないと。ということでここで47の素敵な日本酒発売記念特別ウィーク中です。私大西桃花ショールームをご覧の皆様に特別なプレゼントがあります。画面の右下にあるカートボタンを押してショップルームにて書籍を予約していただくと、特典として限定ポストカードをもれなくプレゼント、さらにさらに数量限定で私の直筆サイン入りのポストカードが当たっちゃいます。
1月11日までしかゲットできない特別な特典ですので、ぜひお見逃しなく。画面右下のカートボタンを押してショップルームにて書籍を購入していただくと、特典として限定ポストカードをもれなくプレゼント。ぜひお買い求めください。くしゃみです。はい、ありがとうございます。ということで、髪乾かそうね。鼻むずむずす。終わります。ランキングの方を1位の方から呼んでいきます。いきますよ。うわ、変なくしゃみって言われた。変なくしゃみで悪かったね。いくよ。1位デンスキさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がお豆さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃんとゆーももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が MM ルールズアットマークギフノルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が、一押し ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとみちゃん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。そしてタワーかな、ありがとう。1の方かな、ありがとう。読んでいきます。じゃあ1位のデンスケさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう、ありがとう。皆様も本当にありがとうございました。 SA もありがとうございます。みんなゲットしてくれてありがとう。ではでは、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。おやすみ。